雷霆の槍省エネルギーモード、起動時は操縦者による指紋照合、音声認証、または魔力のチャージを行ってください。よかった、さっきは槍から放出されるエネルギーが大きすぎて浮遊魔法で制御するのが難しかったけど。省エネモードの時には問題なく魔法で浮かせて運搬できそうね。それ！あ、ビルさん、槍を運ぶ役目僕がやります。魔法で荷物を運搬することは実家の手伝いで慣れてるんで。あら、急に荷物持ちを申し出るなんて、どんな心境の変化？収容所の中でも、さっきのタイタンとの戦いでも、僕、あまり役に立ててなかったので、荷物持ちくらいはさせてほしいっていうか。この程度の荷物運びで疲弊すると思われてるなんて、舐められたものね。そういう意味じゃなくて、ビルさんたちにはいざという時のために少しでも魔力を温存しておいてほしいんです。僕や監督生さんは先輩たちほど戦闘では役に立てない。だからせめてそうじゃない時くらいは役に立ちたいかなって。いつもは止めたって前に飛び出していくくせに急に塩らしくなっちゃってどうしたの？自分の弱さを認めること、それは前よりも強くなった証拠だね。しかしムシュー・ヒメリンゴも監督生君もそう気負うことはないよ。君たちはすでに十分にやるべきことをやってくれている。ルークの言う通り、今無理をして後でへばられた方が迷惑だわ。でもビルが大きな荷物を運んでいるのを見かけたら、代わりに荷物運びを申し出たくなる気持ちはよくわかるよ。入学したての頃はビルが購買部や麓の町へ買い物へ行くと聞けば率先して申し出るものが多かった。時にはポムフィオーレ星でなく多量星まで混じっていたほどさ。人だかりがあるところにビルありという感じでね。あんなのは芸能人が物珍しくて寄ってきていただけよ。数ヶ月もすればほとんどの生徒が飽きたわ。飽きたというよりも君のストイックさに追従できる精度が少なかったという方が正しいかな。じゃあもしかしてウィルさんとルークさんの出会いって荷物持ちがきっかけ？まさかルークが私に声をかけてきたのはミーハーなジャガイモたちがすっかりいなくなった頃。今は勉学に集中するために長期間公演をする舞台や
映像作品の撮影はほとんど断っているけど。1年生の頃は入学が決まる前に引き受けていた舞台や映画の仕事をいくつか継続していたの。それで次の舞台に向けて中庭のベンチで台本を読んでいたら突然。ファントムだ。今まで出会ったものより明らかに大きいぞ。監督生、下がって。かじりつくなんて。さあ見てください。始めようか。アンティはもったいないかしら。笑えるわ。逃げ切れるとでも。オッケー、ナイス。はい、お助けするよ。油断はしないよ。見ててね。いいよ。どうしてやろうかしら。感謝なさい、お寝坊。時間の無駄ね。やるか。静かに確実に。力任せ。いい度胸。次はないよ。なるほど。はい。なめんなよ。大丈夫。行くぜ。分かったか。これが覚悟の差だ。格納庫でしっかり休憩しておいてよかった。そうね、タイタンとの連戦だったら危なかったかもしれないわ。もうウィルさんとルークさんの出会いの話を聞こうとするとすぐ邪魔が入る。余裕だね、ヘペル君。余裕があるわけじゃないですけど、やっぱり自分の寮の寮長と副寮長のことだし気になるかな。確かビルが中庭で台本を読んでいたところに私が声をかけたんだ。うららかな午後の光の中、優雅にベンチに腰掛けたビルの姿は一枚の絵画のように美しかった。声をかけるのにとても緊張したよ。嘘おっしゃい。とても緊張してるとは思えない態度だったわよ。忘れもしない最初の会話は。いやあ、先日君が出演している舞台を見たよ。君の演技は他の演目で何度か見てるはずなんだけど、どれも印象に残ってないんだ。でも今回の悪役ぶりは見事だった。あれほど横暴で冷徹でヒステリックで最低な人間になりきれる役者はなかなかいないよ。それが私とルークの出会い。
私からすれば最高の褒め言葉だったんだけれども。だとしても思ったことを全部口に出しすぎなのよ。当時はなんだこの失礼な奴はと思った。それはそう思われても当然かな。以来私が無反応でもルークはいつも勝手にやってきては。出演作の感想を好き勝手喋って帰っていった。いい感想も悪い感想もね。最初のうちはご意見番ぶって役者に上から物申したいだけのやつなんだろうと思ってたわ。でもそのうちルークが述べる感想というか指摘が妙に鋭いことに気づいたの。いやあ、君が出演していたミュージカル映画の最新作を見たよ。ラストシーンで自らの失恋を悟った時の表情、すごく良かった。いやあ、今回の舞台は前回の演目よりも演技が伸び伸びとしていない気がするけど、どうしたんだい？こんな具合に自分でもうまくいったと思ったところはピタリと拾ってくるし、演出家のプランに応じて芝居をしたけど、自分ではあまり納得がいかなかった部分なんかをズバリと言い当ててくることも多くて、君はあのラストシーンに納得いっていたの？私にはとてもそうは見えなかったけど、とかね。それでなんとなく聞いてみたのよ。あんただったらあのラストシーンをどう演出した？って。そうしたらルークの話が終わるのに5時間かかった。5時間？実に有意義な時間だったよ。ビルの出演作についてだけでなく、お互いが見てきた作品、演出、脚本について議論を交わして、気がついたら寮の門限をとっくに過ぎていて、忍び足で寮に戻ったっけ。私は芸術や演劇に関しての知識は同年代の誰にも負けてないつもりでいたの。でもルークの知識の幅広さは私の比じゃなかった。実を言うと半分くらい話についていけなくて、すごく悔しい思いをしたわ。私はビルと違って幼少期から自由に使える時間が豊富にあっただけさ。それからルークとはよく放課後に中庭でいろいろな話をするようになった。会話が白熱しすぎて雪が降った日には二人で風邪をひいてしまったこともあったね。先輩たちでもそんな頃があったんですね。でもなんで雪の日にわざわざ外で話をしてたんですか？同じ寮なんだし寮に戻ればよかったのに。ああ、その頃私はまだ
サバナクロー寮生だったからね。へえ、ルークさんってサバナクロー。え？それはね、おっと、みんな見てごらん。次の収容所の扉が見えてきたよ。本当だわ。くだらないおしゃべりは一旦ここまでにしましょう。待ってください。ルークさんの話の続きが気になりすぎる。そんなのいくらでも話してあげるさ。次の収容所を全員無事に抜けることができたらね。そうか、階層が深くなればその分ファントムも強くなる。ええ、前のようにはいかないでしょうね。それにオルトたちが何を仕掛けてくるかもわからない。気を引き締めていくわよ。さて、オルト君はどう出てくるか。人の声だ。特警班が助けに来てくれたのか。誰？攻撃しないでくれ。私はただの研究員、必戦闘員だ。本部はどうなった？ケルベロスシステムは復帰したのか？ああ、なんてことだ。縛られて目隠しをされている。今自由にして差し上げよう。君はナイトレイブンカレッジから連れてこられた被験体と島を襲撃したっていう。ええ、そうよ。被験体いいこと、ビルシェンハイト。こっちは嘆きの島に珍事件の主犯として名前を刻まれたであろうルーク。君たちはなぜここへ？詳しい経緯は割愛するけど、この事態を収束させるために冥府へ向かっているところよ。あなたこそどうしてこんなところに？緊急事態発生の一報を受けて、研究室のメンバーと脱出用ターミナルへ向かっている途中。カローンに捕らえられたんだ。わけがわからないままここへ連れてこられ、 ID カードを奪われて拘束されてしまった。カローンは ID カードをどこかのケージに入れると、私をここに置いたまま立ち去ってしまって。なるほど、オルト君が言っていた次は入り口に案内用 NPC を置いておくとは、こういうことだったんだね。あいつ、そったことのために丸腰の人と危ねえ場所さ置いてくんずだ。収容所のケージ内の回答が進み、ファントムが活動し始める音が聞こえて、もうダメかと。安心するのはまだ早い。早く ID カードを見つけなきゃ、ファントムに囲まれて全員ゲームオーバーよ。
どのケージに ID カードを入れたか分かりますか？ずっと目隠しをされていたから詳しくは分からない。でもカローンがケージを開けた際に一瞬聞こえたファントムの声からして、獣種あるいは甲殻種の個体ではないかと思われる。そのどちらかなら800番台の数字が刻まれたケージに収容されている確率が高い。わかったわ。それじゃあ私たちが ID カードを見つけるまでどこか安全なところに隠れていて。わかった。ここに来るまでにも様々なファントムと戦ってきたけれど、ファントムにも獣種や甲殻種などの分類があるんだね。実に興味深い。ちょっとワクワクした顔するのやめてほしいかな。過ぎたる好奇心は災いのもとよ、ルーク。それじゃ気を取り直して ID カード探しを始めましょう。このケージ見るからに頑丈そう。大型のファントムが閉じ込められていると考えるべきだろう。巨大な甲殻種や獣種、怪獣映画に出てくるような見た目をしているかもしれませんね。エペル、今のあんた、さっきのルークと同じような顔してる。え？ここの扉は私が開けさせてもらおうか。ビル、エペル君、準備はいいかい？はい。それじゃあ、行くよ。はっ！ケージは開いたけど、奥に見えるファントム、全く出てくる気配がないわね。ジグナシ、我が引っ張り出してやら。俺のかっこいいとこ、拡散してね。さあ見てなさい。信じるぞ。あんたにもったいないかしら。笑えるわ。やるだろう。さあ見てなさい。感謝の際、はい、お助けするよ。つまらない。本気かいける。始めようか。力まず。どうしてかし？おしまいにしよう。オッケー、そうする。手ごと見る。集中して。信じる、そうする。ダメんな。大丈夫？てめえ、行くぜ。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。ID カードはなかったわ。それはそうと、エペル、
さっきの態度は何？すみません。なかなかファントムが出てこないからついカーッとなっちゃって。さっきから戦闘続きだもの。気持ちにゆとりがなくなっても無理はない。でもこんな状況だからこそ意識して心を落ち着けなさい。いいわね？はい、すみませんでした。ありました、800番台のケージです。このファントムも元気があり余っているようね。扉が開くと同時に襲いかかってきても不思議じゃない。今回は私がケージを開けるわ。ルーク、迎撃してくれる？ウィ、仰せのままに。じゃあ行くわよ。はっ！ふっ！攻撃を受けてもなお突進していく。ビル、危ない！全力でかかってきなさい。いいんじゃない？あるね。はいはい、片付けするよ。やった。次に帰るぞ。任せて。あれが獲物かい？感謝なさい。つまらない。ああ、捕まえた。いいちょ、了解した。あんたにもったいないかし。それが本気。どうだ。あれが獲物かい？力任せはダメだよ。目が覚めた。次はないよ。任せとけ。大丈夫。やめんなよ。えい。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。エペル、さっきの攻撃は見事だったわ。あの追撃がなかったらファントムの攻撃をまともに受けていたかもしれない。エペル君、私からもお礼を言わせてほしい。無事に切り抜けられたのは君のおかげだ。敵がどんどん強力になっているので、万が一に備えておいてよかったです。できるだけ魔力を温存したいところだけど、出し惜しみできない状況になってきたわね。先の心配をしすぎて怪我をしては元も子もない。この先は目の前の敵を倒すことを最優先としよう。はい、僕も気を引き締め直します。監督生さんもこれまで以上に注意してね。まったく、あと何度こんな連中の相手をしなきゃならないのかしら。一刻も早く
イデアの元にたどり着きたいものね。800番台の数字が刻まれたケージには10しか降格子のファントムが収容されてるって話だけど、このケージの中身はどっちかしらね。おう、ララ、ノックに答えてくれたね。音からしてなんだか硬そうだし、中身は降格子のファントムかな。あら、獰猛な獣士のファントムが暴れているのかもしれないわよ。未知との遭遇にワクワクしているのは私だけではないようだね。では答え合わせといこうか。はい。かじりつくなんて。さあ、三つは見てなさい。あんた感謝なさい。応援に思いなさい。ただ聞きます。なるほど、ね、あるね。はいはい、お助けするよ。かかってこいよ。本気だから受ける。いいよ、準備はいいよ。お寝坊。逃げ切れるとでは。かいいんじゃない。静かに確実に。うんうん、力任せはダメだ。手応えは十分。ガガン。信じる。はい。ダメんな。大丈夫。行くぜ。見かけより甘くなかったかな。ありませんでした。あら、外れだったもん。割と厄介な相手だったのに。ああ、本当に手強い敵だった。この先にはもっと大変な戦いが待っているのかもしれないね。言葉と表情が噛み合ってないのよ。何がそんなに面白いわけ？君たちが一緒だからね。退屈するわけがないだろう。共に戦う中で少しずつ息が合っていく実感があるし、何よりフフ、今後が楽しみだよ。おや、あれは。ビル、監督生君のそばを離れないで。あのケージ、扉が開いている。ファントムが外に出ているかもしれない。わかった、あんたたちも注意して。ケージの中には
いないようだ。一体どこに身を隠しているのか。大変だ、早く見つけないと。 あれ今ケージの陰で何かが動いた気がする。見つけた。こいつを食らえ。見事だエペル君。ファントムがひるんでいるうちに総攻撃といこう。かじりつくなんて。任せて始めようか。かかってこいよ。さあ捕まえた。あるね。了解した。大丈夫か。こんなもんかな。いいんじゃない。任せて。はいはい、助けするよ。どうだ。魔法は凍ってない。分かった。静かに確実に。おうおう、力任せてダメだよ。目が覚めた。はい、任せて。大丈夫。えい。ダメね。分かったか。これが覚悟の差だ。周囲を一通り確認してみたけど、ID カードは見当たらなかったよ。もしさっきのファントムが持っていたとしたら、分かりづらい場所に落ちているかもしれないね。他を当たっても見つからなかったら、改めて探しましょう。それにしても、さっきはよく攻撃を命中させたわね、エペル。あのファントム、素早く動き回っていたのに。マジフタのディスクよりは的が大きかったので、部活の練習と同じ要領で狙ったらうまくいきました。マジフト部といえば、エペル君の飛行術の腕前はレオナ君にも一目置かれているそうだよ。へえ、あのレオナにね。ちょうどいい機会だし、あんたの部活の話もいろいろ聞いてみたいわ。マジフト部の話ですか。はい、喜んで。ファントムにも種類がいろいろとあることは分かったけれど、もし私がファントムになり果てたとしたら、どんな姿になるのかしら。ビルさん、やめてくださいよ、そんなことを言うの。宝石のような姿、獣のような姿。ファントムはオーバーブロッドした魔法師の欲望や本質を具現化した姿をしている気がする。私がオーバーブロッドした時、背後に現れた化身は深くローブをかぶった老婆のような姿をしていた。
振り乱した白髪に木の枝のように伏しくれだった指。無意識に若さこそ美と考え、老いに嫌悪や恐怖を感じているのかもしれない。だとしたら、すごく嫌だわ。我々はまだ老いを経験したことがない。誰しも未知の経験には恐怖を覚えて当然さ。君だけじゃない。ファントムたちの姿から目をそらさないようにしよう。どんなに恐ろしくても。ええ、次回のためにもね。このケージ、854って数字が振ってある。研究員が言っていた800番台のケージね。開けましょう。会場は私が。みんな下がっていて。はっ。止めて相手になってやる。なるほどな。真剣に考えた。かかってこいよ。魔法はこう使う。いいよ。あるね。はいはい、お助けするよ。お寝坊。本気で助ける。そうする。オッケー。大丈夫。はっ。おっと、買いすぎ。足を静かに確実に。うんうん、力まっ。外す気がしないな。モーベラス。信じるさ、見てなさい。大丈夫か。見かけより甘くなかったかな。ID カードを落としました。研究員の彼に感謝しなくてもね。彼がいなければもっと時間がかかっていただろう。ええ、彼と共に収容所を出ましょう。助けてくれてありがとう。君らは命の恩人だよ。なあ、君たちも一緒にタルタロスを出ないか。この先に収容されているのはどれも A ランク以上の危険なファントムばかりだ。君たちも無事では済まないかもしれない。ありがとう。でも我々は先に進むよ。一番にイデアたちにビンタを食らわせるためにも。他のタワーを攻略しているメンバーに遅れを取るわけにはいかないわ。先を急ぎましょう。
わかったよ。どうか気をつけて。あなたも。上層階の収容所ではかなりのファントムの凍結が解除されている。これでもファントムの研究をし続けて20年のベテラン研究員なんだ。彼らの修正は熟知している。なんとか切り抜けてみせるさ。ええ、お互いベストを尽くしましょう。